最初はグーでポイ。はい。ではバトルスタート。ピカチュウか。ピカチュウ。ムクロですこっちは。さあどうしよう。ハイパーボール。オッケー。ハイパーボール。ハイパーボールの効果で2枚捨てます。オッケー。2枚捨てて、ハイパーボールで持ってくるカードは。持ってくるカードはコケイコール NO じゃなかったビリビリ、ペペレ玉これがいい仕事をするんだ、後ほど。そうなんだよ、多分ね、多分そう信じたい。エネルギーつけてやるのだ。ドローマクロ、おーいえ、マクロが2体目なんだ。ネストボール、キャラがよくわかんなくなった。さあ何持ってくる、2体目のマクロか。どうしようかな、どうしよう。あ、そうだ、鳴き声言うルールね。オッケー謎ルール噛みくす、うん、声太そうだね、こいつな。はい、噛みくす出す、はい、カンメイってカンメイ、カンメイいただきました。さあ、1回目なので進化はできません。じゃあこっちつけるわ、ダイドだろう。なるほど、進化だ。ライチュー、ロケチュー。フーロ、フーロからの、フーロからの、フーロからの、なんだろうこれ、なんかいいボールあったかね。フーロからの、まずいなこれ。さあコケコくんな、まずいな、来ないうちに勝たないと。手紙だね、手紙発動。はい、基本エネルギー2枚取らし、じゃないよ、手札、手札。やべ、本当はね、本当はいろいろボールが欲しかった、ボールが欲しかったんだけど、諸事情でハイパーボールで捨てる反応がちょっと今のところ厳しいというか。スケール、スケール、まだ死なないよね。ワンパンで100削るプランないよね。ないない、あーないよな、エネルギーも1枚、うん、で帯電、ブル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 ブさあ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 来たんじゃないか、来たこれなんじゃないか、確か、コケコドーン、ロイズの効果、電池に出た時1回使える、自分の場の雨のエネルギーを好きなだけこのポケモンに付け替えて、付け替えた場合入れ替える、分かる、このライチュが帯電した意味が分かったでしょ。強い、強い、そういうコンボか、そういうコンボだ。ライチュウをまたエネルギーつけて、で天空の爪ワンパン、ドローイン、サイド1枚取りました。カイクス、こいつ草弱点だから。オッケー、どうぞ。電気弱点じゃない、ドロー、チューナイパー、うわべー、どうする、フェザーロはね、フェザーロどこ、どこ潰したい、ドン、なるほど、いいの、ビビル玉でダウルンショクネル、高速スピン、はい、高速スピン、30の30が乗っかって電池のポケモンと入れ替える、お、すごい、なんか調子いい感じなんです。で、タクちゃんも入れ替えるんだよ、入れ替える、あーうざい、うざいな、入れ替えるか、大変だ、まずいな、え、そういう能力なの、そうだよ、んだろう、相手は、あその後、ああその後相手もか、めんどくさいな、じゃあハイパーボール、おーハイパーボール2枚捨てます。あ、フラダリ捨てた、プサチャでもあんのかな、持ってくるのはなんだよこれ、マルマインだ、あ、やべ、あ、やべ、で、マルマイン進化で、OK、進、特性はじゃあ特性使う、 NN サンダーって、え、俺が1枚、これは気絶します。気絶するとエネルギーになります。
めんどくさ。で、これ2個分になりますね。あ、それ担当するのか。で、ちょっとドロップかけていきます。うわ、弱い。ドロップがクソ弱いぞ。トラッシュが弱い。何気に昔のカード使ってんだ、うん、昔のカードがスパーク。いや、ちょっと待って、フェザーロード。あ、死ぬじゃん。死ぬよ死ぬからスパークボルトした方がいいな。スパークボルトで全力でアタック140ダメージ。まだ全耐える。まだ耐える。まあね、次残り100あるよね。残り100ある。そう、残り100なんだよ。だから次飛ばされたら終わり。やろう。ライチがワンパンで落ちるじゃん、フェザーロードあれで。うん、じゃあね、リーギーを。はいはい。あ、反動6枚まで補充。3枚引く。1、2、やめろー、はい、俺コケコもう一枚引いたらね、コケココケココケコってなるんだよすごいコンボなんだけどな。じゃあ、うん、どうしようかな。どうしようかな。特性使うか。特性フィザールをライチューにですよね。で、葉っぱカッターですよね。葉っぱカッター気絶。あ、やだけー、ダイドやば。でもこれでワンパンだよ、ね、ワンパンなんすよ。ドロー来た。プラターヌすべて知ってた。名前出ろ。超強い。名前出ろ。7、7、5、6。あの、全部引きな。コツ忘れてるよ。コツ忘れてるよね。こいつ高速スピン。あーはー。ベンチと家帰るから。でもこいつ、まあベンチいない場合は不発だよ。呼吸法がね、ちょっとうざいんだよ。あ、安納出します。安納効果、起きてが切った。これね、ドロップするとワンドロー。ドロップするとワンドローすんの。なんか海外の禁止カードにも出そうな気がする。で、あれ、これ気絶し玉だの能力じゃない、特性能力だから気絶になんない。これハチマキ巻く必要なんのかな。ハチマキあんの。巻かなくても気絶できるもんね、うん、巻く必要ないね、普通に。これ絵につけるカードじゃないし。よし、天空の爪気絶だ。おらー、ジュネッパ。さあ来い。ジュネッパ、ジュネッパ弱。はい、カメックス EX。 はい、どうぞ。ちょっとなんでビリビリ玉に戻るじゃん。ミルタンク、うん、なんだ高速スピンでベリリ玉になっちゃう。うぜこいつ逃げる位置からね。で、ダブル捕食エネルギーつけてってことは、つけとくっていうプランもあったのか。サーチャー、リリア回収、うん、はい。サーチャー強いよね。サーチャーはね、3枚は入れといた方がいいよ。60枚だっけね。4枚の人もいるぐらいで、うん、うん、高速スピン、はい、30ミリタンクだよ、こっちは。わ、しかも2進化がいるなら70追加なんてシナジーしてるんだ。はい、よ。つまりこいつ火力80ってことね。そう。あ、二進化いないわ今。10だよだから。ジナイパ倒したから。そう。ダイド。いや、なんかビビり損したぜ。あの、あの子か。ワンドロー。いや、もう海外の禁止カードになってる気がする。弱いね。まあまあまあ。つけて逃げるよね。うわ。ダイド。エンドじゃないよ、技使えるよ。え、ワンパンじゃん。ワンパンじゃん、ちょっと待って。その前に、その前にやることないかな。じゃあこれつけとくわ。ヘッドノイズはつける。これ、うわ、ざい。無色1個分技が増え、あのコストが重くなるよ。は、うん、ノイズが走ってるな。で、天空の爪、ワンパン。ワンパン。おう。よし、悪くないの、引いた。さあ、そっち自利品だね。目標が立ってないって。やろう。何もできないじゃん、目標立ってないと。これいいねよ。やっぱコケコのスピードに追いついてないって感じ。なるほど、スピンする。いや、それしかないっしょ。目標立たないの。ないよ。ないんだ。高速スピンね。え、え、待って待って、うん、まだサポートが使える、うん、いや、それ引かないと。1枚。あ、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 エヴァボール、お、動けるか、ようやく。サジャ捨てないだろ、普通。いや、あー、待てよ。サポート捨てるだろ、普通。サジャ残して。サポートがないんだよ。あ、そっか。はい、で、何、絶対あれだな。もう、目標立てないと始まんないからね、絶対、うん、今のドローがよ。はい。でも、これ待って。あー、もう手掘りしたわ。サーチャーリリエ回収、高速スピン30。あ、待って、ね、そうか、入れ替わっちゃうね。入れ替えても良いじゃなくて入れ替えるの、それ効果。入れ替える。あ、全然全然うまくねえな。ドロー、エネルギーつけたイカの割りだな。そう、つ
げます。逃げます。ああ。これは草と。あ、草です。あ、おとさん、お互いダメージはマイナス3です。草と電気はマイナス3です。ただ鉢巻き巻きます。はい、ワンパンです。はい。ですね。ライボリト。あ。まあワンパンですね。ワンパン。じゃん。ジュナイパー封殺されてるじゃん。高速スピンしちゃダメじゃん。でもしなかったら俺カプサンダ GX でワンパンワンパンなんだよ、うん、あどうぞドロー。ドローもうこっちの、うん、2体目のコケコ引いてないのにコケコだけで無双してる。あ来い。さあどうなった、うん、あーできないのか。これ高速スピンしかない。高速スピンじゃ食らわないよ。3マイナス30だから何もしない。え、これスプラッシュやれば。いや水じゃないから。水ね。水じゃないから。水入ってないから。この時高速スピンしか入ってないから。これはあれだよ、炎弱点に対策するためにね。そうそうそう、うん、はあ、本当はこれガマゲロゲのした方が強いんだけど、うん、ブルブルパンチとかするけど、ちょっとそれやるとデッキの動き止めるか動きになっちゃうから。攻撃しようぜ。エンドですよね。エンドです。どうせこいつはやられても勝ちましたドラー。こいつやられても勝ちましたドロー。エネルギーつけてカブサンダージエックス PPMAX まで使っちゃうかね。なんでこれ6枚見てその中に基本エネルギーあったらつける。あって、あった、あるじゃん1枚強で残りは山札に戻してシャッフルします。 PPMAX 今つまり5枚ついたんでカブサンダージエックスは250ダメージ。ワンパンオーバーキル。ドババ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 バそんな死に方。でコケコが出てコケコをまたさらに引くとここがぐるぐるするんだよね。あでリ、なんだっけあれで戻したりするできる。ああ死んだやつで潰されてる。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが強い。